よく聞く絶地って何？最近よく耳にするのがこちら。これで絶地と読みます。これはネットゼロエネルギーハウスの略で、一次エネルギーをプラスマイナスゼロにする家という意味なんです。これはどういうことかと言いますと、一般的な家で使っているエネルギーを省エネ機器をつけることで使うエネルギーを節約し、消費エネルギーを削減、そして高い断熱性でエネルギーを逃がさないことでさらに消費エネルギーを削減、その上太陽光発電システムでエネルギーを作り出すことで使うエネルギーと作るエネルギーをプラスマイナスゼロにするということなんです。こうした絶地に住むことで家から出る CO2 も削減し、地球環境にも家庭にも優しい暮らしを実現します。しかもこの絶地に住むと大きなメリットが3つあるんです。まず1つ目はお財布に優しい経済メリット。なぜお財布に優しいかと言いますと、断熱性が高いので冬は暖房の熱を外に逃がしにくく、夏は外の暑さを室内に伝えにくいということから冷暖房の使用時間を減らせます。また省エネな設備で電気ガスを使う量を抑えて、さらに太陽光発電システムで作った電気を使ったり、あるいは余ったら売ることだってできるからなんです。そして2つ目は健康メリット。例えば冬暖かいリビングからお風呂や洗面所に行くと寒いなんてこと皆さんも経験ありますよね。しかし絶地は家自体の断熱性が高いのでこうした温度差が少なくなります。するとヒートショックによる心筋梗塞などの予防につながり、健康寿命が4歳も伸びるという研究結果も出ているんです。3つ目は万が一の時に安心な防災メリット。災害時絶地の設備があれば太陽光発電システムで日中の電気を確保でき、蓄電池があればその電気を貯めて夜にも使えます。またエネファームやエコキュートやエコワンがあれば水も確保できるので在宅避難生活が可能になります。それだけ住む人にも環境にも優しい住宅なので、国は補助事業制度を用意して絶地をどんどん広めているんです。そのためなんと絶地にすれば国から補助金が出る場合もあります。皆さんチェックしてみましょう。実は2030年には新築住宅の平均を絶地にするという目標を国が掲げているんです。つまり絶地は未来の家のスタンダードということになります。詳しくは住友林業のマイホームパークで特別授業をしていますので、ぜひそちらもご覧ください。国がおすすめしている絶地の魅力を理解すれば理想の家づくりに一歩近づきますよ。僕も応援しています。